します。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、オンチャンネルのハシでございます。今日はですね、1月の12日になります。で、今日は、前々からね言っていた通り、東京オートサロン千葉の幕張メッセで今日から開催されるんですけど、今からそれを見に千葉に行きたいと思います。じゃあ千葉まで一気にジャーンと、アホみたいだね一般のところでこんなことやってると。さあ行くぞ。やっと入ることができました。今ですね、入るのに6分ぐらいかかりましたかね。すんごい人です。では今から TGR トヨタカズレーシングのブースに行きたいと思います。やっとたどり着きました。見ていきたいと思います。これが今度出るリアリアリスのマイナーチェンジ版ですね。フロントが若干変わりましたかね。エンジンとは変わらないでしょう。この部分が変わってますね。こっちも G アリアリスがありますね。これはエアロが入ってるやつでしょうか。こっちに GR カローラがありますね。で、なぜかジムには置いてあるんですけども、森蔵さんの愛車らしいです。どうも、あの明けましておめでとうございます。で、こちらにオープンで来られたんですか。はい、IQ の GR ですね。一番最初の GR はこいつです。はい、よろしく。本当にそれです。あのずっと会場はもう見られましたか。あ、ここ最初ですか。それが愛車、まさか森蔵がいると、はい、全部森蔵さんの愛車らしいですいました、なんかいました。どうですか。はい、あのね、あの会社の寮みたいなのが生氷がありましてね、そこでの移動用にですから、生氷のバイク屋さんで買いました。値引きはなかったんですけど、これで決めたって言って引き取りに行った時に、随分いろんな部品が新品になってます。中古です。
です。あのすぐ乗れるのに、いうことで中古で、はい。ちょっとぜひ皆さん森蔵さんの、私もちょっと最初信じられなかったんですけど、今聞いたら本当に普段乗ってるということで、一番乗ってるのがあのカロアラに一番乗ってます。あのスーパー耐久レースのこのメンバーと一緒に水素エンジンのカロアラ乗ってますけど、あの普段からやっぱりあの車に乗ってるのと、私あの車内での肩書きはマスタードライバーですね。でマスタードライバーっていうのはいろんな車の、センサーとかっていい車かどうかのセンサーを感じるにあたり、普段の、私のセンサーの基準をこういうコンパクトカーにしてます。ですからあの IQ だったり、カローラですから、今は、モータースポーツを起点にしたもっといい車作り、そして普段使いのもっといい車作りの基準がカローラにしてるってことですね。まあ、カローラとヤリスですね、今。はい、ぜひ今日この森蔵さんの愛車を皆さんもたくさん写真撮って帰ってください。ありがとうございます。あのこれあの我々この会場をこのメンバーで歩いて回ってきた練り歩きのコンテンツ動画がいつでしたっけ。頑張ってこの金髪のカメラマンが頑張って編集して明日には見られるように、トヨタイムズで公開予定ですので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。危ない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 。はい、はい、どうも。握手してもらいました。新しいセンチュリーの GRM はい、これはルーキーレーシングのプリウスです。こちらがスーパー GT のチャンピオンカーですね。2023年のレイユ・トムス・スープラになります。でこちらもチャンピオンカーです。2023のスーパーフォミュラの宮田理智選手が乗ったスーパーフォミュラトムスかな、これはあります。でこっちは、WRC のヤリスですね。モビリティショーで応援した21年モデルのヤリス WRC が置いてあります。今メインステージの前に来たら、でこっちには、GR010 GR010 が置いてあります。よろしく頼む。はい、トムスの GR カローラが置いてあります。長いの。いや、なんかあのね、すいません、あの、まあ、こういうイベントで、車のイベントで全くあれかな、車に関した話がないので、勝田高本さんがプロデュースした GR カローラですね。初めて買われた愛車っていうのは何なの。違うけど、初めて買われた
ました。うん、こんな感じです。タイプ TK って書いてあります。レクサスの LM。 なんか2000円のガチャがあるんで引いてみたいと思います。お願いします。取っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ダンスちょっと確認ください。はい、うぅー、出た。ダンスちょっと1等かな、ポケモンでしか。1等はなんかリフトサップ。あ、見に行くか。これはいくら？はい、クロクロ。なんでしょうね、福袋券は。楽しくて福袋ですね。こちらから選んでください。1個選んでください。グッズ関係かアパレル関係かになります。じゃあアパレル選んでみました。何が入ってるんでしょうか？開けてみたいと思います。さて何が入ってるんだ。じゃあこれは WRC の T シャツ入ってましたね。3連覇記念のやったね。あとなんか入ってる。あ、トヨタのマスク入ってました。マスク